はい、ありがとうございます。シャチくんです。よろしくお願いします。じゃあポケモン一匹縛りプレイじゃないわ、間違えました。まあ一匹縛りだけど、コイキング指を振る縛りプレイやっていきましょう。さっきね、一匹縛りやってたんでつい間違えちゃいました。じゃあ今回はライバル戦、パワハラ戦からいきます。で、いきなりゴースなんだよね。ここがしんどいよな。でも地面タイプの技をやるだけ、ただそれだけ。はい、吹雪ありがてえ。一週間ぶりぐらいにやるんでね。うお、強い。これ、あ、危ない。恨みは一週間ぶりにやるんで、いい感じに戦ってほしいな。よくないよ、なんかめっちゃ受ける。もう決めてしまえ、普通に。おい、オクタン砲なんか似合うな。え、強い。思った以上にすんなり勝ってしまった。え、あー、やばい。俺さ、チコリータにしたんだよね、敵。偉いと思う。ああ。積んだのではないか。ん、やばすぎる、これは。はい、2戦目。いやー、ちゃんとさ、ライバルのポケモンをベイリーフにしてる、あ、チコリータ、まあ、なんでもいいんだけど、してるあたり、褒めてほしい。絶対に褒めてほしい。でも俺はやり遂げます。心の目。このゴースで状態異常になったらもう結構目がないな。あのベイリーフ勝てる未来あんの？あのベイリーフ勝てるか？怪しくねえ、だいぶ。何したら勝てんの、あれ。ちょっと。一撃で倒せることってなくない？多分。いや、一撃必殺があるか。一撃必殺を、ああ、強っ！急所か。急所でもいいのか。このゴースでレベルを上げつつ、頼んます！なんか、起きろ！ああ。ああ。ド忘れとか出ないと無理だね。光の壁はきついな、でも。ド忘れ待ちだな。まあ、一撃なんだ。つか、ハッパカッター覚えるレベル早すぎない？強えな。そんな強かったっけ、あいつ。いや、自己暗示は違うな。あ、でも初手であれか、眠りとかでもいいのか。まあ、結構あるな。おい！いいじゃん。なんかすげえあっさりいっちゃわないかな。結局一撃必殺をさ、この少ないチャンスで出しても当たんなきゃ意味ないから、眠りとかがいいな、やっぱ。チャンスくれ、混乱。うわー、じかー。あれ弱すぎる。あんなもんゴースで出してれば勝てたのではないか。はーい。はい。今回でダメだったら、もう黙々とやりますね。うん、ずっと喋ってるのもね、さすがにしんどいので。まあ、とはいえ、うわー、来たチャンス！いきなり！これ大チャンスだけど、今じゃなかったな。ベイリーフでやってほしかった、これは。いやいや、無理じゃん。無理だな。無理だよね。変身使った場合は、悪あがき前に倒せばありってルールにしますね。つまり、この舌で舐める5発で敵を倒しきれれば俺の勝ち。あと3発なんで、全部急所に当てれば勝てるかもしれない。ワンチャン。ワンチャンあるよ。ワンチャンある。ワンチャンないかな。オレンジ色のね、ゴースになってるけど、かっこいいね。かっこいいとかなんか、あれだな。太陽。あ、ズバッと柄になるんだ。そういうのいいのに。はい、負けです。いや、倒してくれ、早く。はい。
ということで、ダイジェスト始まります。頑張ります。たんじゃねえの？たんじゃねえのか。50分経ってます。マジで決めてくれ。マジで頼む。もう終わらせろ。一撃必殺しかない、本当に。ああ、惜しい。うぜえ。いやー、無理かなー。頼むよ、本当に。うわー、くそ。それでは5ターン出てくれ。とりあえず5ターンはねえよ。何か起これ。ああくそ。違う。吹雪でも大文字でもいいのに、なんで雷なんだ。頼むって。なんでだ。50分に1回しか起きないのか、この状況が。めっちゃチャンスやったじゃん。いや、まだわかんない。一撃必殺がある。全然ある。お願いします。まだ寝てる。爆運。眠っているのだけは爆運なんですけどね。格闘技多すぎ。レベル上がったから耐えないかな。耐えた。耐えるようになった、ついに。これでチャンスが広がっている。甘えるね。まあ、希望が広がったけど、一回やめようかな。心折れた。はい。一日経ちました。50分ぐらいこいつとの戦闘をやり続け、勝てないからやめて、また一日経った。から、これはね、まあ前回の、ポイキング指を振る縛りプレイの時もそうだったんですが、一日経つと勝てるんですよ。一日経った後にやるといい技が出る。このジンクスはまだね。ほら来た。これは継続できている。オッケー。44か。微妙だな。なんか、葉っぱがあったら微妙に耐えたよね。この間、まあ、昨日だけど俺は。わけわかでお願いしたい。お願いした。オッケー。いや、微妙だな、マジで。いや、耐えるか。オッケー、いいじゃん。いいぞ。あるんじゃねえか。急所今じゃないな。ただ、もう一レベル上がれば結構安定してベイリーファイけそう。初手で、テクスチャー、眠り、キノコの王子。マジであるぞ。マジであるんじゃないこれ。やば。爆運発動している。お願いしたい。いや、2回目。じゃあ、転がるしろも。これ PP もたるきりるか危ねえよな。なるほどね。また今日もこれが始まるのか。大丈夫かな。今回のパートこのライバル戦だけで終わっちゃうんじゃないの。いやてかマジこいつに勝てなすぎてさ。いや大丈夫かな。いや12月の頭からこれ出す予定だったんですけど、だいぶ押してるんですよね。あとこれで麻痺になるともう目がない、ほぼ。もうほぼね、負けなんですよ、この時点で。そうなんですよね。それも結構きついんだよな。まあ、勝つためには、今んとこね、ゴースからダメージをほとんど受けずに倒してベイリーフに行き、カッパカッター一発耐えるから、これで耐えて、耐えるか一発で倒すかとかしかない。まあ、この麻痺状態で勝つためには、
ベイリーフが葉っぱカッターを外し、地域必殺を出すぐらいしかないですよね。ゴーズがきついんじゃない結構。あ、でも思ったより与えるな。まあ、レベル上がってきたしね。気づけば22レベっていうね。プレイ時間えげつないことになりそうだな。まあ。楽しいからいいんですけどね。夢食いね。いや、もう無理だろ。まあ、今日も、シコシコとね、これを、黙々とか、やっていきますよ。まあ、たださ、一日経ったからまた、ちょっと、ダベりながらやろうって感じで今やってるんですけど、ダイジェストだけがすごい長くなっちゃうからね、普通にやってたら多分。多分こいつ倒すまでにね、5、6時間かかんだろうなって思ってますので。はい。でもこのパターンは避けるしかないから、葉っぱがあったお初手で。はい、無理。はい、まあ、そんな感じで、ダイジェストいきます。まあ、1時間ぐらい頑張って勝てなかったら、今日は諦めよう。では、いきます。はい。これさ、あるかも。これ眠らされた方がいいね。眠らせてくれ。あー、眠らせてくれればさ、宿り切れどんどん減らせるもんね。催眠術でいいんだけど、お願い。あー、オッケー、あり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 、急所で倒せ。あ、惜しい。ありなんじゃない？ありなんだけども、ベイ、あー、なしだ。眠気覚まし持ってないな。奇跡起こらず。あれ、なぜかリフレクターからやられた。一撃必殺出せ。あー、多分あれか、葉っぱカッター一撃で倒されなくなったんですね。これはどんぐらい受けるか知りたい。はい、なるほど。リフレクターやるほどですか。一撃必殺。そろそろ昼目、優勝昼目。あー、もうそろそろ勝たせてくれよ。このライバル戦そろそろ2時間です。うわーい、来たぞ。ワンチャンあるぞ、これは。ワンチャンある。とりあえずわひわが起きろ、起きろ、起きろ。はい、傷薬使いましょう。おし、わきわが、もう一回、耐えろよ。耐えろよ。はい。あー、もう無理だー。チャンスなのでは？一発でやった。骨コンボ一発でいくようになったのか。でかいな。いや、マジで本当の、ね、一撃必殺。吹雪氷。はい。かやぶに、うわ、まあ、なしではない。なしではないんじゃないか。リフレクターしろ。うわ、オッケー。オッケー。なんかどこどこやってきた。あり、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 あり。うわ、まあ、あり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 。まあ、ありです。はい。あ、オッケー、リフレクターあり。確かに、綿方しか間違えた、今。回避下がるやつだと思った。決めろ！あり！ありだぞ。これあるんじゃねえか、ついに。苦節2時間。ついにやってしまうのではないでしょうか。あ、まあねー、リフレクターが邪魔だな。急所当てろ。あー、早い。あー、早いって。マジかよ、バカ誰が。避けろ。あー、もうやったー。もうできないよー。
今じゃねえな、完全にさ、ベイリーフでやってくんないとな、それは。とか言いながら連続で出しちゃう？そういうことしてくれる？うわー、本当にやったのに外したー！もうもう信じられない、そこは当たるとこだろう。うわ、来た！来たじゃん！来たぞ！やっとだ、2時間でやっと1回出したよ、ど忘れ。おお！どんどん能力を上げていくスタイル。これはでかいなぁ、やってほしいなぁ。問題はこのゴースでいかに PP を使わないかです。ほんと頼むわ、そろそろ頼む。どの道さ、ド忘れしたところで急所出たら意味ないのよね。うん、だからもう正直ほんと一撃必殺か凍らせるかテクスチャーするかしかないと思ってますね。ほんとそれ。ああ、あり、いい、あり、あり、あり、ワンチャンやるすらある。やる、オッケー、これは、チャンスです。急所さえ出なければいい。お願いします。一撃！おはははやったついにやった！マジか！やっぱこういうこと起きんだよな。いや、マジで思ったより早く終わりそう。え、待って、待って、待って、これ、あ、ドキドキしてきた。自爆があるのか。怖え。もう2時間経ってんだこっちは。あ、オッケー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 、何、ゴトバード、あー、渦巻くね、あー、超音波ね。いやー、待って、いやー、ま、緊張してきたマジで。いやー、ちょっと玉ひゅんしてる今。オッケー、やれ、急所急所、もう急所当てとけとりあえず。あー、バカだれ、4打目ね、そりゃそう。ドキドキしてる、ドキドキしてるよードキドキしてるよー、緊張するよー。いやー、そわそわしてる今、マジでやめてくれ。あ、明らかもやめてほしい、本当に。一回回復しとく、念のため。はい、いや、マジで、マジでこれみんなもやってみてほしい、これ本当に。このね、絶対に倒せないような敵が出た時の、あー、びっくりしたーの後の、もう普通にやってれば勝てる敵のこの自爆が出たらやばいっていう緊張感。あー、怖い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 。とか、まずあと8発で倒せるのか、大丈夫かそれも怖い。え、マジで嫌なんだけど、本当に終わってほしい、マジでやめろよ。あー当ててくれよ。いやー、マジでやめて、本当に。あー、違う、いいんだけど違う。じゃあ夢食いしてくれ。いや、結構やばい。6発しかないよ。いや、6発もある。オッケー、とりあえずオッケー。あー、まあいい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 。ゼロよりいい。ゼロよりはいいんだから。飛び蹴りでもあと5発やれば勝てるんだから。いや、やばいなやばいぞ。あ、でも急所出ただけ偉い。いや、待って、いや、待って、本当に。マジやめろよ。はい、オッケー、オッケー、やるんじゃないか。いや、やるよね、これは多分。継続ダメージでやる。オッケー、やった、急所やりました。やっと、マジで2時間かかった。いやー、本当か、本当なのか、これ。やった、速攻セーブしよう。え、どうしよう、これワンチャン。いや、でもさすがに1話分にはなんねえか。まあ、とりあえず小金に行きましょう。はい。はい。そしたら小金ジム行きましょうかね。もうライバルで辟易としてしまったから、小金ジムだけクリアして終わりたいな。なかなか、まあ疲れちゃったとか言いながらもう1日経ってるんですけどね。うん、もちろんやめたよね、あの後。結局2時間以上かかったな、あいつ。で、でもあれマジすごくなかった、あのハサミギロチン。
なんか眠くてあんま記憶もないんだけど、ちょっと早く見返したいな。興奮がすごかったもん。とりあえずこのブルーはね、さっさと倒しちゃいましょうよ。うずしお、これはもしかしてズバッと最後にほふった技じゃないか。うずしおやたら出してくれんだけど、悪くないよね。いや、麻痺悪い。まあでもこのちょっと間延びするのがあんま好きじゃないんだけど、まあ着実なダメージはね、指を振る縛りプレイではかなり重要。怖い顔ね。いや、痺れ、はあ、痺れて動けないけど、うずしおはこれでは減っていくからね。まあ、ありがたい。甘える。いや、まずい。あんなブーンに甘えられたからって攻撃力下げんなよ。でも甘えられるのって俺めちゃくちゃ好きなんですよね、正直。いるんだ。うわー、まひるみ甘える、極悪。オッケー。オッケーオッケーオッケー。わ、いや、微妙だな。噛みつくだもんね、どうせ。噛みつくは特殊だよね。あれ？特殊だよね。オッケー！火炎放射出しがち。特殊技ね、ありがたいね。思ったより与える！急所か、ナイス！勝てるのでは？え、つか、なんでさっきそういえば先制した？え？謎。倒せ！オッケー！炎ポケモンになりました、たい焼きは。やりました。いや、嬉しい。まあ、ギリギリだったけどね。ミカちゃんね、どんまい。火炎放射からのせいならほど素晴らしかったです。はい。ということで、回復してきました。もうちょ、この辺りはもう戦いたくないね。いきます。あかねちゃん。はーい。うちが、あかねちゃーん。このちゃーのは真ん中伸ばす意味が未だにわからない。うちめっちゃ強いでと。まあそりゃそうなんですよ。ここもマジで、ほんとな、どうしよう。ここで2時間とかかかったらマジでだるいぞ。何時間かかるか分かったもんじゃね。まさかの1回で終わるもん、俺全然いいんだけど。指を振る対決。はい。あ。やめろよ。ああ。回復し合っている。なんて意味のない行動をしているんだ、2人で。噛み砕く、ナイス。悪くない。あ、弱。弱すぎない？あんなもん。え、待って待って待って。威力80とかあるよね、噛み砕くって。威力80ぐらいの特殊技であんなもん。あ、バリアいいじゃん。めっちゃいいぞ。で、問題は PP が足りなくなる可能性がある。よくない、それは。危ない。状態異常とか一撃必殺しかねえな、ほんと。当てろよ。え？確かに陸上にいるコイキングの突進当たったら、まあ、ほんと、どんだけ相手の機動力ねえんだよってなるけどさ。あー、当てろって！え？どうしちゃったの、たい焼き。いや、でもこのたい焼きよく外すんだよな、そういえば。あー、まあいいんだけどさ。何？意味ない。ノーマルは意味ない。まあ、意味なくはないけど。じゃあ、破壊光線とかしていこう。怒りかー。まあ、もしかしたらもう一回ね、怒りを出すという奇跡が起こるかもしれないけど、ボルテージ上げられなかった。ホーム返しか。2回かー。もうかなり期待薄ですね、今。桁ぐ、あー、抜群取られるじゃん。ノーマルにわざわざなって抜群を取られている。あー、うん、いや、いいんだけどさ。そんな余裕あるのかい？恋の王様、恋キング。はい。やめろ！よき。7発。7発でミルタンクを落とせる気がしないけど。いや、冷静にだけどさ。おー、ナイス！急所じゃねえんだ。あー、タイプ1か。ノーマルになってよかった。冷静にこのミルタンクを落とすの、一撃必殺しかなくねえもん。ミルク飲みされるもんね。あー、いや、もう。まあいいけど。いいけどさ。あと、何気に先制取れんのすげえな。このミルタンクに先制取れるポケモンなかなかいなかったよ、今までも。すごいね。ああ。お戦闘を離脱しようとしている。バリア、まあでもコロナでやられるってもどうでもいいな、正直。
マジでだけど、一撃必殺しかない。粉雪。もう一発ぐらい耐える？あ！見せちゃおうよ。たい焼き！角ドリル！ああ。コイキングの怖い顔な。はい。また始まるな。これは多分始まるぞ。頑張ります。はい、行きます。2戦目。いや、こいつの嫌なところがさ、あれなんだよね。ライバル戦は負けてもさ、すぐ左に行けば、もう一回戦いたいけど、こいつはジムまで来なきゃいけない。オッケー！メガトンパンチ！どうやってパンチしてる？ああ、弱い。そうなんだよな。体当たりね。結局、水技をするしかないからな、たい焼きは。ああ、まあね。ひるませようか。ああ、まあ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 。物理技の方が若干与えるからね。ありがたいよね。いや、結局また、ミルタンクで一撃必殺出るの、待ちなとこあるな。ベイリーフの奇跡再び。ベイリーフの奇跡という名前を付けよう、あの現象。うん。あれ結構ほんと奇跡だったと思うんだけど、俺。あのベイリーフに、コイキングの指を振るで勝てる人、そうはいないと思うよ。やったー今じゃねえけどな。もっと早くてよかったね。レベル上がる？あ、上がんない。いやー、ミルタンクさんも、でも先制取れるっていうのはだいぶでかい、これ。お願いします。何か起こせ。あー、まあねー。毒ガスでは弱いな。避けるしかないもんだってもう。影分身やれ。じゃあ。空を飛ぶ穴を掘る影分身。などなど。ああ、一番ダメ。もう無理じゃない。いや、全部急所ならいけるかもしれない。ああ、弱っ。え？花びらの舞って威力結構あるよね。あの、違うか。転がるやってるから毒でも結構いいのか。ああ、なるほどね。転がるやられるから、毒毒とかでも悪くない。間に合うかもしんないよね。外すかもしんないし。まあ、さっきより与えた。頑張ります。はい、行きます。あかねちゃん、頼むよ。ライバルのせいで大暴してるから。巻いていこう。あかねちゃん、ちょっとあんま好きじゃないしね、俺。別にそんなたくさん戦いたくない、オッケー！今のたい焼きのバブル光線の力を見たい。あー衝撃のダメージ。マジかよ。いや、これほんと一撃必殺待ちだよ、今後全部。全部が。すべての戦いが。これは結構しんどくないですか？ 251 分の4。我慢。我慢ねー。はい。あ、でも我慢か。やべ。忘れてた。あー、危ない。まだ我慢してる。あー、悪くないんじゃない？これ。二回か。まあ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 。いや、どうしようかな、これ。いや、でもなんかさ、ピッピで回復してまで、別にミルタンク戦う気起きないんだけど、あんまり。あ、防御40もある。久々に能力見たけど、あ、特攻が攻撃追いつかれてんじゃん。17ね。25レベルで17しかねえんだ。スパーク麻痺させろー。麻痺したら回復します、さすがに。あ、踏みつけ決めに来た。あ、転がるしないんだね。はい。なるほどね。いやー、まあでも結構これは、ボスの中では余裕だな。そんな気はしているけど、おい、雷好きですね。弱い。これマジでだけどさ、ジエイさん勝てないんじゃないかな。もしかしてまた、積む？ワンチャン積む説あるな。うん、マジで次のパート不安でしょうがねえわ。ジエイさんのゴース5体勝てる未来あんのかな。それこそ転がるだよな。地面技3連続ぐらい出さないと勝てないと思うんだけど。
まあそんなことより今は茜ですね。当てろってだから。当てないは意味がわからん。丸くなるね。丸くなる、転がるとかいう奇跡起きないかな。いい、どうしても逃がしたくないな。やめてくれ。あー、いや、タイプ1が強いぞ。いや、まあまあ受ける。12も受けた。ピッピに勝てないは初めてなんだ。あー、まあ違う、今じゃない、今じゃない。いや、ちなみに毒毒とかやったら全力で回復して勝ちますよ、俺は。うん。悪いんですが。あ、ミルタンクでやったらね。お願いします。レイドビームね、やり返していくスタイル。いいじゃん。まあまあ与える。避ける。例えばなんか自己、あれだな、バフ技全然しないな。あー、今じゃないし当てたろ。そうか。あの、一撃必殺の当たる確率が高いっていうのは、二世代目のね、指を振るでかなり楽なところ。頼ますよー。はい、全然地割れ。いけ。あー、うわー、オッケー、出たー。出ないかと思ったー。 HP13 の身代わりを出し、一撃で破られる。何の意味があったんでしょうか。はい、あー、いやーって、あー、まあねー、まあいいけど。え、転がる？これ絶対見てからやったろ。ずるい、今のは。避けるしかないね。いや、待って、もう一回耐えるから、もう一指を振るチャンスがあるな。避けろ！避けた！やれ！これは、こっちに風が、あ、まあ、ひるめ！ひるめ！あ！そうか、でも、ケタグリダンぐらい行くならさ、クロスチョップ爆裂パンチなら、まあまあ行くか。なんかいろいろ可能性あるな。あとミルタンクスは、あれか。別にベイリーフの時は一撃でやられたからあれだけど、全然混乱とかでもいいのか。もう一回避ければ、あるんじゃないの？あー、ない。残念。急所。オーバーキルされた。はい。はい、行きます。なんか本当、終わってくんないかな。なんか簡単に勝てそうだしさ、あんまここで、なんか、あれだな。時間かけたくないんですけど。ああ、まあまあ耐える。威力75から、うわあ、麻痺に好かれてんな、たい焼き。麻痺直してもいいけどね。恩返し、よし、恩返してくれ。いや、待って、弱いんじゃない？そりゃそうだよ、もう。こいつだって夏気度ないでしょ。クソほど負けてるから。恩なぁ、恩1ミリも感じてないんだろうなぁ。変な技ばっかやらせやがってって思ってんだろうなぁ。え、どうする？回復してみる？いや、いっか。別になんか、あー、待って、結構いいか。いや、どうだ。ヨガのポーズ一回ぐらいではちょっとやる気しないな。もう一個なんか欲しいね。うわ、ピッピの高速スピンかっこいいじゃん、ピンク色で。もう一個なんかやる気を出させてくれ。いやー、それはいらん。今じゃない。もっと違う時にやってほしい。あー、回復したか。まあねー、あんま意味ないなー。あ、しや、神秘のベールが意味あった。ありがとう。あーしんど。シンプルしんどいな。クロスチョップ。タイモンジー。どぐらい当たるんだろう。たい焼きのダイモンジーはかっこいいよねー。あんなもんだよなー。え、これ四天王まで行った時全然、え、どうしよう。全然未来見えねえんだけど。何か起きろ。いや、回復好きだな。やっぱ初代より技がな。使えない技の比率高いからな。
お願いします。竜巻ね、この渦巻いてる技好きだな。たい焼きはそろそろなんかもうちょっと地味な技からさ、八つ当たり効果知らない。これはあ、ロックオンね。指を振るで本当に役に立たない技ね。あーどう、あ、オッケー、オッケーだけどな。いやでもこういう諦めてる時こそ勝てる時あるからな。あー、そりゃ転がるだよね。で、あ、あー、ほら避けたもん。あるんだよこういう時って。あー、いや、あるぞ、あるな。でも3発しかない、3発しかないならちょっとやる気ないな。ここで何か起こせば、ああ、ああ微妙、悪くない。でも指を振るを使い切れる。これで切るんだ、切るんだか、切るんだし麻痺したら終わりだな。もう切るんだ。砂かけの意味は何だったんでしょうか。はい、たい焼き踏みつけたらあんこ出ちゃうよ。はい、行きます、頑張りましょう。あかねちゃーん、いやあかねちゃんじゃないんだよな別に、たい焼きなんだよね全ては。なんかもっとさ能力上げてこうよとりあえず。あ、メガホン好きね。わ、めっちゃ当たり。メガホンってそんな強い？そんな威力高いの？急になんかインフレした能力違う。切る目、急所切るんだ。え、すごい、これ勝つだろ多分、これ勝つよ多分。こんな運いいことないよ絶対。あ、倒したと思った。あ、一回当たった、悲しすぎるな。トリプルキックって一回の時もあるんだ。あ、いいね、いいですね。これは流れがいいぞ、頼む。なんか爆裂パンチがいいな一番。ああ、胸つついてやがる。たい焼きもエッチだな。はい、爆裂パンチ、ボーンラッシュ、ボーンラッシュか。自衛さんの時やってほしいねぜひ。外れろ。ああ、いやもうなんかもう可能性がどんどんなくなっていく。いやー急に弱技しかしない。あー避けないか、避けてくれー、頼むか、決めてくれ一撃必殺。あー、またナビラの舞、ビラビラの舞。あー無理か。はい、なるほどね。いやなんかさ当てそうだからさ、ずっとなんか喋りながらやってるんですけど、なんか勝てないな。えのこいつにさ、おー、いいね、勝つ場合って本当多分一撃必殺とかになるから、ボコボコとやっててもな、多分知らないうちに勝ってるみたいになっちゃう。アカネはな、オッケー。え、これどんぐらい当たるんだろう。あ、倒すんだ。あ、急所か、まあ急所当たりやすいもんね。やっぱクロスチョップだよな。でも多分一撃では落ちないから、いい感じの時にクロスチョップ欲しいよね。え、麻痺しろ、麻痺。あー残念、あ踏みつけ入り珍しいな。転がるからやってくる印象が強いですが、吠える意味ない。あー転がるね、なんで踏みつけからだったんだろう。ああ、いや、混乱してくれー、頼む頼む。ああ、まだわかんないよ。まだあるよ。まだある、まだある。なんでしょう。ああ、いや、無理か。耐えない？ああ、耐えないか。残念。惜しかったねー。はい、行きましょう。なんかなー。喋ることもないな、もう。お願いだよ、たい焼き。決めよ。
ナイス、電磁砲めっちゃ当てる。ハヤトのポッポの時は当てなかったくせに。これできればなぁ、ミルタンクで当ててほしいよね。あー出た、格闘じゃなかったっけこいつ。はい、格闘だった気がする。このピッピのメザッパ、トゲキャノン、まあまあ与えるじゃん。4発いこう。はいよ、はい、ほら4発いく。はい、オッケー。まあ、4発いこうって言いながら5発いってくれることは祈ってましたけどね。骨ブーメラン、まあ、ピッピーの骨ブーメランごときではそんなに受けない。お願いします。あー、いいじゃん、ついに来た、たい焼きの波乗り。波乗りを使ったらこれぐらいは落としてほしいんですけど、あー弱すぎる、弱すぎるよ。ハイプイッチ波乗りだぞ、ふさげている。あー、まあいっけ、いっけ、オッケーといけが混ざっていっけっつっちゃった。またレベルがどんどん上がっていくな。お願いします。おい、あ、まあまあいいけど。じゃあ次爆裂パンチよ、もう本当に、もう本当それしかない、それしかないよ。あー、どうやって苦労するんだ、弱っ、まだわかんない、全然一撃必殺がある。お願いします、お願いします、本当に。あー、恩がない、恩がないから与えないよ。たい焼き、そろそろなんかいい技出してくれ。はい、行きましょう。うん、あかね、いや、あかねじゃないんだよ。あかねはなんなら割と倒しやすい方だもん。チャンスをちゃんといっぱいくれるからね。ベイリーフはクソだった。うん、渦巻く、いいよ、往復ビンタの方が。うん、まあビンタは痛いから嫌だけどね。急所でお願い、いいね、そういうことです。いや、やめてくれ、巻き菱意味ない、私は一匹です。決めてもいいんじゃないかな。あー、攻撃上げてこう。じゃあ、だとしたら、だとしたら、はい、残念。ここでね、防御上げてもしょうがないんだよな、転がるやられたら。影分身小さくなる欲しいよな。糸を吐く。たい焼きの糸を吐くはちょっとグロいな。気持ち悪そう。いやー、やってきた。命中下げんなよ、マジで。ああ、よかった。特短砲はね、結構下がんないからね。ああ、いいね。倒しきんないか。ミルタンク戦のチャンスが1、2回しか、1回しかない、多分これは。でも回復する気は起きない。オーケー。奇跡起きろよー。奇跡を待ってたんだ。めっちゃオンチだったな。はい、あー、急所ー、あー弱ー、飛び膝蹴りであれか、マジか。はい、行きましょう。あかねー、頼むよー、勝たしてくれよー、想像より進まないよー。あー、白い霧にしてほしかった、それなら。まだ、はい、でもなんか知んないけど避けたから。当てろって、だから本当当てねえわ、ムカつくわ。当てないのは本当にもう意味がわからない。指を振る。いやー、オッケー。凍れ、凍らせろ。ああ。まあね。まひんなよ。よし。まひったらやばかったな、今。ああ、猫に小判。全然いらないけどな。かね、いやー、うざい。しかも夜です。めっちゃ回復する。今までの時間は何だったんだ。はい、
ドン。弱すぎるよ。たい焼きの高速スピン面白いな。やっぱこの指お風呂で出た技ってさ、この使ってるポケモンがやってるのを想像するとおもろいよね。危ない。あー大丈夫か。ピッピの角ドリル見たいな。でもこっちの一撃殺はまだあれだな、結構やってるのに1回しか出てないな。当たんなかったし残念すぎますね。朝で撃つか。弱い。強い。まさかのピッピに負けた。マジか。はい。嫌になってきちゃったな、また。頼むよ。オッケー！来ました！これは第一段階ですね、とりあえず。まあ、これで転がるとね、避けてくれる可能性が大いに上がったと。まあ、もう一段階欲しいとこですけどね、正直。ああ、悪くない悪くない。なんでこう、いい技が出るときは連続するんだろう。外れるっしょ。危ねえ。そりゃ外れるよ。だって小さいんだもん、こっちは。もうなんか、ピッピの大きさがあれだとして、小さくなった時の大きさがこんぐらいだとしたら、もうほんと虫けらだよね。虫けらのデカさ。外れろよ。うわっ！恐ろしいことをしてきているけど、これ空で挟むで落とすんだ。完璧だ。相手の指を振るまでもう利用する。たたかなたい焼き。いやー、これは2回ぐらい外してほしいですね。オーケー！いや、あんま HP 減ってない。弱っ。弱すぎてビビった。おい！待って待って、なんであんなに受けたの今。おかしくない今。なんであんなに受けた。え、防御下がったっけ。ああ。えあれ、いやー、もくもくやろうかなー。いや、ほんと、もくもくやるレベルの相手じゃないんだよね、これ、ほんと。なんで、この俺がこいつに勝てないんだ。おかしいな。OK、ほら電磁砲はなんかめっちゃ当てる。でも弱いんだよな、電磁砲じゃ。電磁砲でも弱いってもうおかしいけど。一応ダメージの減り方よくわかんないんだけど。あ、違う、ピッピの特殊が高いんか、特防が高いのか。あ、まあね、悪くないんじゃない。いや、いいじゃん。しびれて動けないからの。はい。悪くない。急所当ててくれ。あー、残念。めっちゃしびれる、そんで。決めろ、もう決めろ。いや、それ、毒ガスマジで多いな。毒ガスの選択率やばいんだけど。全部がさ、同じ確率だよね。あ、なんだっけ、これ地面タイプだっけ、たやき。はい。あ、オッケー。あんぐらいなら減らすと。いやー、そろそろ頼む。なん、眠り。麻痺。いやー、いらねー。めっちゃいらねー。転がるですよねー。頼ます。氷にしてくれー、頼むー。あ、うわやったぞ。やってやった。でも溶けるんだよね、確か金銀は。あ、やってやってる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 。これ勝ったろ。いや、正直今めちゃくちゃトイレ行きたくて、おしっこ。うん。マジ早く勝ってほしい。玉投げでは弱いな。目覚めても、混乱をしている。いや、違う。ちょっと待って、ミルク飲みがあるんだからやばいぞ。早く倒せ。早く倒した方がいい。混乱で喜んでる場合じゃない。よいしょ。ああ。溶けるよね、これ。確か5ターンぐらいで。いや、弱いぞ。
ああ、あと4発。いやー、頼む。当てろよ、バカー！マジかー！今のは納得しかねる！ああ、マジかー！うー泣きそうだ。え、溶けないんだっけ、氷。溶けないのか。よーし、急所当ててくれー！あ！当たった。いや、マジか。いや、地獄車で勝ってたじゃん。いや、頼むぞ、マジで。はい。うわあ。いや、でもこれ、待って。勝てる、これ。勝てるぞ、混乱で。あ頼むー !50% 引けよ。ここは 50% 引けよ。はい、やり直します。あー、なえた今のは。だいぶなえたな。あの地獄車当たっとけよ。トイレ行きたいのに。いやマジか。いやちょっと、いや心折れたな今のは。いや折れた。今日はもう無理だな。もう1時だしな、深夜。ラスト勝負にしよう、これを。うん。さっきからダメージ与えてもないけど。頼むよ。ラストはどたやき、今日。板端ねー。まあ、弱。まあじゃねえわ。いや、ちょっと地獄車引きずってる、俺。なあ。いや、あと最後の 50% を引けなかったのも引きずってる。自分の不甲斐なさがすごい今。でも正直逆に美味しかったなとも思っている。そんなもんですよね。ああ、悲しいな、ロケット続き外すって。オーケー。いや、これの威力知りたいな。でもたい焼きの最大火力だよ、これが。いや、弱っ。最大火力弱っ。見破るね。確かに、あの頭でうねってる部分見破ってたけど、あそこは気になるよね、正直。あれ柔らかいのかな。はい、転がろう。これはもう転がるフラグでしょ。いや、ダメ。お願いします。ジタバタ。ジタバタ好きだな。いや、弱っ。え、なんで相手防御上がる技やったっけ。あれか、ロケット突きか。うざいな。倒してください。あー、もうなんなんだよ。全然倒せねえよ。よし、大輝、ほんとラストだからな。俺は信じてるよ。251分の、地割れ角ドリル、ハサミギロチン。あ、3つか。あれ、3だっけ？もう1個くらいなかったっけ？ないか。3。実質80分の1ぐらい。出してくれ！ああ、昼目。ああ。はい。じゃあ、また明日頑張ります。はい。はい、心が折れてからね、1日経ちましたけど、勝ってほしい。いや、でもこれはあれか、ベイリーフの時と一緒。1日2日置いてやると勝てる。それがコイキング指を振る縛りプレイ。ほら来た。いけ。おい、急所。素晴らしいです、これは。あれ、もうなんか1日経つとな、ダメージの感じとか忘れちゃうんだよな。とりあえず倒そうもん。はい、いいじゃん。ミルタンクでやってほしかったけど。やっぱクラブハンマー強えな。これピッピいい感じで倒せんじゃない？いらん。あと、この間っていうか、まあ、この動画では一緒だけど、一撃必殺がミルタンクで全く出ないね。眠らせたがりすぎ。追撃しなくていいから、眠りは。倒そう、さっさと。いや、まあいいか。まあいいか。まあ悪くはないよね。
あ、でもこれでミルタンクに先制取られるようになっちゃうっぽいのが嫌だ。わかんないけどまだ。まあまあね、さすがに取られるよね。でも先制を取られてでも防御も上がってるし攻撃も上がってるならアドバンテージあるよ。ああ、まあ弱いね。いや、というか待って、結構前に見たとき、攻撃と特攻17だったのに、やっと18か。やっぱ先制取られちゃうか。しょうがない。オーケーマジか。眠らせたすぎじゃないこの恋キング。え、これ本当に一発でいっちゃうんじゃないの？悪くない！悪くないよ。これいいぞ、なんなら。確か眠るやったから転がるも無効化されてるよね。いや、え？立つんじゃない？本当に？そんなことある？いや、バカ。起きてるのにいびきどうやってかく？はい。で、いや、頼む。もう一発、なんかいい感じの、半分ぐらいまで減らそう。オッケー！あ、まあね。あ、てか、ちげえわ。あ、そうだ、ミルク飲みあんのか。忘れてた、完全に。まだ起きるな！起きるな！よし！あります！マジであります！地獄来るまで決めるというドラマチック！そうだと言ってくれよ！で、命中90。あ！勝ちました！攻撃出れば勝てる。これからやってくれた。オーケーオッ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 ケー。ドキドキしてきた、また。マジ嬉しい。ミルク飲みをされなかった。あ、カラで挟む、解放されてしまった。もう一発スタイルね。いや、もうここで決めてしまえ！うわ、マジか。マジなのか？マジなのか？いや、もう次耐えない。次耐えないよ。耐えないよ。オッケー！やったろ！やりました！ほんとに一発で終わっちゃった。まあ、一発じゃないんだけど、動画内ではまあ何回もやってるけど、あれです。あ、ようやくたい焼きの様子が見れる。ずーっと瀕死になってたから見れなかったけどね。でも君は一生タイのままです。あ、恋か。泣いてる。ざまねえな。クソ甘が。一日もかけさせやがって。最初からおとなしく地獄車当たっとけよ。あの破壊光線避けたのも俺は許さないよ。こんな泣いたからって。泣いてもね、許せる女と許せない女がいるんだから。まあ自分にとってね、自分にとって関係性が高いか低いかね、見た目の話じゃないですよ。まあ、なんで茜は許しません。はい、茜ファンの人がいたら俺はライバルになんないんで安心してください。4分で終わった。はい、まあそんな感じで今回はね、この辺りで終わろうと思います。次回はね、まあ、自衛さんで積む可能性あるんだよね。まあ、自衛さん次第ですね。まあ、自衛さん次第では、自衛さんまで頑張ってやって、って感じかな。わかんないけど。はい、まあ、そんな感じで、今回もね、ご視聴ありがとうございます。コメント、高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。